ある意味では通りのためとも言える。頼んだよ。そう、君はどうする？君も欲しいかな？欲しくないなどということはないか。私はたくさん持っているのでね。しかし、私は生きてるよ。養蜂を守れば心配ない。彼がそれを身をもって教えてくれた。1日1回、連続使用は2週間まで。それを守りさえすれば、問題が生じる可能性はかなり低いはず。伝えたはずなんだが、クミンには関係ないということか。それじゃあ頼んだよ。そうそう。私からということは、通りには内緒にな。きっと欲しがるのだから、いらない反発はなるべく起こしてもらいたくない。いただきます。今日はテレビ見ないの？面白いとかつまらないとか気にしているふうには見えなかったけど。おじさんと何かあったの？戻ってきてからちょっと上の空な感じがするけど。おじさんがお兄ちゃんに？どういう？それもそうね。今日が命日だからかな。あの親子の間にあることといえば、それくらいしか私には浮かばないから。家族で、御木村さんは別にしても、お墓参りに行かないのはやっぱり妙だもの。
ねえ、考えてみたら私たち一緒に買い物に行ったことなんてなかったわね。夕ご飯のことじゃない。服とかファミレスでそんな話をしたから、お兄ちゃんが帰った後。買い物ってカップルがする行動の一つの定番らしいから。まあ普通の兄弟は一緒に行動することはあまりないらしいから。やっぱり顔が見えた方がいい。
当だね。私ならもう全然平気だよ、お兄ちゃん。どこに行くの？みんなもういるかな？した？お兄ちゃん。お兄ちゃんどうかしたの？エマちゃん、その帽子似合ってるね。あ、ありがとうございます。
こんにちは。エマちゃん、もう外に出ても大丈夫なんだね。はい。涙出てるの？気がつかなかったの？大丈夫？お兄ちゃん。本当になんともないの？それならいいけど。